イスラエル大統領に当選したベテランの政治家イツハク・ヘルツォグ氏は大統領選における3つの史上初記録を持っています。まず、ヘルツォグ氏はイスラエル国会120人の議員による無記名投票で87票を獲得し、これに対しもう一人の候補者ミリアム・ペレツ氏は27票となりました。イスラエル大統領選で候補者の得票数が これほど大差がついたのは初めてです。次に、ヘルツォグ氏は、イスラエル史上初めて、不死とも大統領になった人です。ヘルツォグ氏の父親であるハイム・ヘルツォグ氏は、第6代イスラエル大統領を務めました。このほか、ヘルツォグ氏は、イスラエル史上初めての現任議員以外で、当選した大統領です。エルサレムポスト2日付の報道によると、 ヘルゾグ氏とペレツ氏は2人とも議員ではありません。議員以外の大統領候補はイスラエル史上初なのです。ヘルツォグ氏は当選後、イスラエルの国際地位の維持、反ユダヤ主義、およびユダヤ人への憎しみなどの言論ルフの抑止に力を入れると述べました。